はい、こんにちは。それはいいんです。行きましょい。ロマリバーというわけで、ロマンシングサガリユニバースの実況をしていきたいと思います。ワイバーンとの戦いが今日までだったらしいので、やっとこう。チャレンジ。一回やったかな？正直、ワイバーン用のパーティーなんか組んでたっけ？わかんないからメインで、行きますか。どうなんだろう。一応やろうね。残に弱い。ああ、悪くはないかな。悪くはないか？うん。さあ、なんかいろいろ新要素増えたんだよね。うん。まだあんまやってないっす。ぐらい。チョコレートボール？気合からいく？アセルス、なんなら。あ、アセルス、体力1000超えてる。あ、なんか、なんか変なやんなかった？大丈夫？なんか変な触ったら大丈夫？新速さんの味だったら、せめて。なんか違うこと、違うとこしてなかった？ミラージュステップになってる！すいませんでした。いや、知力を下げることにきっと意味が。これなんか状態異常にしていくんだよね、これね。スタンか。あ、結構強いぞ。あ、これさすがチャレンジ。さすが子供チャレンジ。子供じゃねえって。ロックブックはさ、あ、あれだね、回復する気ないね。なるほど。いっか。いや、でも防御が上がるんだよね。嘘でも気合から動いてもよかったかな。どうなんだろうね、あんまり使ってない。うん。連続弾の3。でもよくないから、あ、でもザンと突だよね。うん。連撃。あ、強いね。あ、勝てないかもね。なんなら勝てないかもね。あれ？さすがチャレンジさんや。で、この陣形なんか、あれ？なんかこの陣形ってなんだっけ？術が強化されるやつか。これ負けましたね。負けたかな。あ、クリアできないかもしれない？あ、なんか嫌だな。これ尺だね。割かし普通に強い。残パーティーで挑めば楽かな。ハリードを起点とかにして、残パーティーで挑むとかが多分、まあ楽な可能性は多々あるよね。チョコレートボール打って、1になって再生功打てないのか。それダメだね。うん。粘ったりゃ勝てんのかっていうとちょっと際どいよね。火力足りないもんね。あー、レオンの育成がやばいからな。まあ、ザンだったらね、でもレオンも火力強いだろうな。うわ、強いな、こいつ。攻撃力高っ。なんか弱点あったんだっけ？腕力ダウン。あ、それ私はかけてからか。眠りが効きそう。まあ、無理だね。竜なことと浮遊なことか、こいつの弱点か。うん。さて、困ったな。とりあえず、いや、最低限やるけど、なんかせめてさ、1ぐらい倒したくない？ 1 ぐらい。1ぐらい倒したいよね。チャレンジ1ぐらい。風ミラージュ再生パルス。ロックブックである意味あんまりなかった。うわ、強いね、それね。あ、ダメですね。あ、これ勝てないかも。まあ、もうちょっとやりようはあると思うけど、いや、これきついわ。きついっす。無理だなぁ。え、なんか専用パーティー組んでたっけな。こいつをでもメタるようなパーティーってあんまりない気がする。まあ、あ、強い。あー、めっちゃ強い。こんな可愛い。こんな可愛い見た目してめちゃくちゃ強いじゃん。あ、いいかな。いや、でもチャレンジ1ぐらい獲得べきじゃないとか思うんだけどね。いや、でもあんまりやることないわ。あんまやることないな、言うても。なんか最近私ボロボロじゃない？なんか、ワラスボにも勝てなかったし。結構なんかチャレンジ1最近クリアできない気がする。ちょっとあれかな？育成が、ちょっとあれかな？育成悪いかもしれない？まあね、いつも通り手探りでやってはいるんですけど。まあちょっといや、確かに、そうだね。まだ成績とか、ちょっとだけやったけど、サボってるな、確かに。装備とかもちゃんとやってないかもな、確かにな。実際、防具とかは、そうね、防具もあんまりやってないかな。防具ちゃんとした上で、あれだよね。成績ちゃんとつけないとね。防具に成績全然ついてないもんね。つけるだけで多分だいぶ違う気はするんだけどね。
あと、アニマストリームでさ、防御力下がらなかったけど、この陣形。知力を強化するか。ああ、防御と回復に難がある一歩。あ、難があるんだ。通りで柔らかいわけだ。ああ、愛も下がるからね。あ、体力下がってるね。あ、でも体力下がってるのは全員二人か。そこだけだね、下がってるのはね。まあ、術師デッキだから、これ周回用に組んでるようなデッキだからね、これね。まあ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 。まあ、こんなもんでいっか。というわけで、ワイバーン戦でした。まあ、多分そのうちまた、いつか来るかもしれないから、その時リベンジしますか。はい。まあ一応ね、交換とかは全部終わってるんで、問題ないかな。まあ、俺も終わってないけどね。まあ、このぐらいで、いっかんな。はい。ではでは、さようなら。